変わりましたけど、格付けから来ました。いらっしゃい。どうも。男を見る目がなさそう3位、デートが楽しそう3位、付き合ったらめんどくさそう1位、健やかなです。男が見る目がなくて付き合ったらめんどくさいけどデートは楽しいって、それ遊びの女ってこと？本気にするとだるい女ってこと？遊ぶならちょうどいい女ってこと？スコヤは自分では男を見る目がなさそうは自分を1位にしてたの。っていうのも、友達にこいつすごいいいやつだよって言って紹介したいよ。友達がね、彼氏欲しいって言うから、まあ昔はちょっと遊んでたけど今は落ち着いてるしって言って紹介したら、1年ぐらい経ってその友達から彼氏が Tinder やってんだけどって言われて、飲み会とか行って女の子とのツーショットわざわざがこう写真に撮ってフォルダに保存してたりするんだって。だから聞いて、やっちゃった、本当にごめんってなったことがあって、もう本当に自分の見る目はねないと思う。でね、スクエはね、男見る目ないわ、2位はねにゃらかにしてた多分。で、理由は顔で男選びそうだから。でも実際にゃらかは顔で男選んでるんじゃない？スクエは顔で選ばないから、その点にゃらかよりはマシな気がするけど。GPS っていうか、なんかあるじゃん、そういうアプリ、位置共有アプリみたいな、ああいうの入れたらさ、今日どこ行くみたいなのが分かってよくない？いちいち報告する手間省けるじゃん。全然スコアも相手に教えるよ。スコアは隠すことないもん。友達と遊びに行くときは友達と遊びに行ってくるって言うし、別に位置共有アプリ入れても困るとこ行かないしさ、なんかサプライズで買いたいときとかだってさ、別に今日買い物行ってくるって言えばいいじゃん。やましいことあるから共有したくないんじゃないですか？男のデートだけど30分おきに何してるか報告しては正直嫌だった。別に30分おきとか決めなくていいから、何かするときは報告してほしい。今から仕事行くとかさ、連絡するなら位置共有までしなくていい？いや全然連絡も位置共有もして。別にスコヤスマホ見たりしないよ。その辺は見られたくないかなって。でも見せられないってわざわざ言われたらなんでって思うけど、そういうの隠したがらない方がいい。そんなに何度も連絡してもいいの？いいよ全然。スコヤが仕事で見れないときは連投しといてくれていいし、パスワードとかは別に教えなくていいけどさ。位置共有したら下でいろいろ自炊されそう。え、今日どこどこ行ってたの？で終わりじゃん。何してたの？そうだったんだ。面白かった？よかったね。今度一緒に行こう。これで終わり。怖くない怖くない怖くない。可愛いの範疇で。ね、普通でしょ。ちょっと可愛い女の子と飲み屋行ってきてさとか言ったらキレる。キレる。女の子がいる飲み会極力行かないでほしくない？別に行ってもいいけど報告してほしいかな。女の子がいる飲み会だとしても、男の子がいる飲み会だとしても、別にいいけど女の子がいる飲み会っても、でも嬉しくはないよ。だから機嫌取るぐらいのポーズは見せてほしいけど。スコヤさん、恋人が異性のアイドルとか VTuber をしてるのも知る？全然許せる。しかもだって二次元に好きな人いるし、推し活をだっていいじゃん。推しだし、推しと同じこと求められたら嫌だけどさ、スコヤは別にさ、恋人にチリちゃんになってとは言わないじゃん。別でしょ、恋人にチリちゃんになってほしいって思わない？恋人がチリちゃんに激似だったらちょっと考えるけど、そんなことはなかなかないから。コスプレしてほしくない？それはまた別じゃない？恋人にちいちゃんのコスプレをしてほしいか？別にしてほしくない。してほしくないは語弊あるけど、してほしいとは思わない。例えばちいちゃんのコスプレイヤーさんと付き合うとかじゃなければ。ちいちゃんに激似な人なんてこの世の中にいるわけないだろ。コスプレイヤーさんなら確かに、ちょっともともとコスプレやってる人でコスプレを好きになったところから好きになったんだったら、誰々のコスプレしてほしいなみたいなことは言うかもしんないけどね。ちょっとそれに揺れるな。それちょっと別だよ。格付けの控え室とかどんな雰囲気だった？みんな本当にびっくりするぐらいほとんどの人がバレンタインのお菓子を持ってきてて、ラン姉ちゃんとかはこれはカンカンが欲しいから中身みんな食べてって言ってチョコとか持ってきてくれたりしたんだけど、何人かはポイント稼がなきゃこういうところも企画に使われるかなと思ってみたいな、スタジオに入った順番とか差し入れを持ってきてた人とか言われるかなと思ってって言って買ってきてた人がいて、ラン姉ちゃんが、いやいや私はみんなが喜んでくれるかなと思って買ってきてるのに、そんなよこしまな気持ちなんやったらいらんとか言いながら食べてた。今更やったって順位変わんないからねって言いながらそこからマカロン買ってきましたけど、ミコチョも同じマカロン買ってきてて同じマカロンが2個あった。ドーラ様はいい女だからみんなが甘いもの持ってくるだろうと思ってしょっぱいものを持ってきてくれてた。こういうとこがいい女なんだよな。
椎名さんが、うわ今やったらスコヤちゃん1位にしたのにとか言ってた。マカロン持ってったら結構待ち時間があったんだけど、待ち時間にドーラさんのプロセカを iPad でプレイするみたいなみんなでやってて、あまりにも難しいから4人で自分はこのモーツを担当するみたいなんで、4人で1つの画面に集中してめちゃパシャ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 ってやってた。めっちゃおもろかった。全然ランク B とかだった。うずこうさんとけんもちさんが2人でやったやつの方がちょっと点数高かった。そこはそれをにゃらかと見てた。楽しそうやねって。スコヤさん他の格付けね、誰